はい。はい。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、アマかける道の途中からですね、やっていきます。奥へ進んでいきましょう。目的地は割と近そうだね、もう。ここが花畑か。ちょっと奥行こう。なんかありそう。落っこってそう。なんも落っこってねえ。ひでえ。俺のようなやつが、多分何人も騙されたな。この奥なんかありそうって言って何にもない。あれ？どうした？二人。これは、眠りそうな花。しまって。また捕まったのか。ここは。リース。あら、目が覚めた？ここはローラントの秘密のアジト。ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため、準備を進めているところです。君は？私はローラントの王女、リースと申します。国をナバールに滅ぼされ、生き残ったのは私だけだと思い、さらわれた弟のエリオットを探して旅をしていたんですが、このアジトのことを知って戻ってきました。俺たちは風のマナストーンを探しているんだ。風のマナストーン？それなら山の西側にある風の回廊と呼ばれる洞窟のどこかにあると思います。でも風神像が邪魔をして進めないかもしれません。ローラント城内からなら風を操ることができるのですが、城は敵の手に。そうか、なら俺たちにもローラント城を取り戻す手伝いをさせてくれ。これは私たちの戦い。あなた方には迷惑をかけられません。回復したら早めにお引き取りください。額のクリスタルが気になる。アマゾネスたちから話を聞こう。66。リース様はローラント最高の希望です。私たちも頑張らなくては。これはいただいていく。440円。こいつらの資金だったんだろうな。シャルロット。山道を歩くのは大変。シャルロットはヘトヘト。眠りそうの花があんなに生えているなんて物騒ね。おかげでぐっすり眠れた。ローラント城は周囲の崖を利用した城塞と、崖を渡る強風に守られ、難攻不落の城として世界的に名高かった。だからいざ取り戻そうと思っても簡単にはいかない。ああ、なるほどね。逆に大変になっちゃったってことね。うん、まあ話を聞くのはとりあえずイベントのある人たちだけでいいや。宝箱はもらっていく。ハックンチョコ。誰だ、もう一個上か。どこに行った、いまいち分かんねえ。ぷいぷいそう。ここではない。なんか作戦会議の世界地図みたいなのがある。そう、世界の地形がどうなってんのかよく分かんないからね。どっちから行けばいいんだ。こっちから回っていくのか。いた。花畑に迷い込んだナバル兵を捕まえた。何か様子が変です。我々は本当にこんな奴らに国を滅ぼされたんでしょうか。こいつなんだ。ブツブツ。もう完全に操られてんだな。まんまるドロップ。で、あの逆側はこっち側から行くと、今度こそこっち
ちだな。あちらの部屋で今後についての話し合いが行われる。よし、会議の様子を見に行こう。外部の者が会議の様子を見れんのかよ。兄様、よくぞご無事で。ジー、落ち着いて。もう大丈夫ですじゃ。マスクしろ、ジジー。どうすればローラント城をナバールの手から取り戻せるかしら。この人数では正攻法ではナバール忍者軍にかなうはずがない。何かいい知恵はない？すみません、わしは子守役、戦術にはとんと疎いもので。ああ、おお、そうじゃ、賢者ドンペリに頼めば何かいい知恵を授けてくれるかも。ドンペリ？そうです、はい。かつて竜帝との世界大戦の時に強大な力を誇るドラゴン族を出し抜き、オルセナの英雄王を勝利に導いたと言われる奇跡の戦術師ですじゃ。その方は今どこに？それがですな、人間ではないのですじゃ。彼ドンペリはコロボックル。ジャドの南、ナビの森のどこかにコロボックルの村があるらしいのですが。早速探しに行ってみましょう。お待ちくだされ。コロボックルは大の人間嫌い。まともに言っても絶対やってはくださいますまい。それにリース様がお戻りになってやっと皆が希望を持ち始めたのに、また旅立たれてしまうと。リース様はどうかここにお残りになってください。話は聞いたぜ。俺たちに任せなよ。ローラント城を取り戻すまで風の回廊に入れないってことは俺たちの戦いでもあるんだぜ。お願いしてもよろしいんですか？ありがとう、ありがとうございます。で、どうすれば？賢者ドンペリは人間の格好で言っても会ってくれないので、人間以外の姿、例えばコロボックロになりすますことができれば、あるいはちびっこハンマーと言われる秘宝がバイゼルにあると聞いたことがありますです。それを使えばうまくコロボックロになりすますことができるやもしれませぬ。結局バイゼルに戻るってこと？ちびっこハンマーを取りに。この G 結構ただの子守役にしては物知りだな。ドンペリか、高い金取られそうだ。ん、こっからどこ、どこだ。あ、ここ、お宝箱がある。ウィッチフード、なるほどね。あれ、人がいる。こっちこっち。いやいやいや、何？アマゾネスを追いかけよう。あ、大砲がある。しかもこれなんだ？これが気になる。で、アマゾネスどこ行ったの？ボンボヤジ一族なのこいつ。ちょっと待って、先にこれ60円。あれ、ボンボヤジの大砲と同じだ。ボンボヤジを知ってるんですか？彼のいとこのメルシーです。よろしくね。俺たちをバイゼルに飛ばせるかい？お安い御用です。準備はいいですか？はい。ネットワークが広すぎる。夕焼けだ。
ここの近くの大砲はあったっけ。チミックハンマーを手に入れよう。とりあえずブラックマーケットか。え、これまだ夕方だよね。人がいたら入れない。入れね。宿屋に行こう。ん、どっちだっけ。あ、こっちか。とりあえず夜まで。いらっしゃい。ちょ待って、毎回金見てないんだけど、いくらぼったくられてんだ。完全に夜ってわけではないよね。ちょっとまだ外明るいから。さて、誰が持っている。占い。違う、ちょっとここ完全に育成ポイントの話だから。イベントが起こるはずもない。この人か。いらっしゃい。何が欲しいんだね。わしゃ一度こうして物を売ってみたかったんじゃ。目に気力がない。意外とつまらんもんだね。これなら帰って寝てた方がマシじゃ。ほれ、死んだじいさんのガラクタはお前さんたちにやるよ。ちびっこハンマー、ご都合主義的。ちびっこハンマーが手に入ったし、準備万端ね。船で行くのか。早速ナビの森に行ってコロボックルの村を探しましょう。ジャドって船で行けんの。だってそもそもビスト兵に占領されてるのは変わんなくない。来るかい。276だ。最近金取られんな。船が出るぞ。大層な。毎回気になる海賊船の話。無事ちびっこハンマーが手に入ったな。火山だね。これをラビの森で使ってコロボックリになりすますんだよな。シャルロット演技するの得意でち、任せるでちよ。周りを見てればなんか船とか出てくるのかね。ここら辺がだいぶ霧が深いんだよね。もう完全に周りが完全に見えないけど、もうすでに陸地が見える。これ飛ばせるのかな。飛ばせそう。コロボックルの住処を探す。こっち側、ここかな。この灯台ではないのか。ビースト軍どこ行ったの。いなくなってんだけど。ラビの森でコロボックルを見た。いやいやいや、ビースト兵どこ行ったのマジで。怯えて去っていった。え、なんで去っていったんだ。あー、なるほど、結界が張られたからか。諦めたんだね普通に。ニルク、じゃあラビの森へ行きますか。ラビとか強くなってるのかな。あ、赤ラビがいる。ちびっこハンマーを使ったらどうなるか。しかもレベル高い。やっぱり小松菜みたいになるで頭に。失礼でし、こんなに小さくならないでし。ごま粒になって風で飛ばされないようにしなさいよ。キャラクター同士のセリフあるの。まだいるか。ブルーチャンピン二つ技で決まったわね。気持ちよかった。ダビリオン、アサシンバグのレベルはただ上がってる。もう一回いるか。ホーリーボール、また俺すげえ減ってんな。アンジュラもそこそこ減ってるし。先を急ぐぞ。こっち側でいいのか。
やばい。おお、ありがたい。なんか、建築っぽいの使わなかった今。一応アイテムは使えっていうことになってるからね。弱すぎて暴れ足りないぜ。どっち側だ？あっち側か。回復はしていこう。セーブはいい。一気に叩き切る。巻き込む。あとは格好撃破。ジャンプスピンアタックがするんだな、きっと。たまにはね、結構入らないからね。強い。ジャンプスピンアタックマジ強い。賢者ドンペリを探すわよ。俺一人で十分だ。いやドンペリ探すよ。跳ね取られそうマジで。ドンペリっていくらすんだろう。ここら辺はよくわかんない。賢者ドンペリを探すわよ。こいつさ毎回言ってくるよね。なんか言ってほしいんだけど。ボリーボールだ。これジャックスピンしてくれんのかな。もうすごいのが半分以下になってる。シャーロット行きましょうか。お願いします。回復するのでっち。行きましょう。100くらいしか回復しないからな。あ、いる。おい、あれってもしかして。何なんだろうね。一応調べてみる。おお、なぜ森の中に道が現れた。本当にこれで行けるのか。すべてが小さい。服とかも自動的に小さくなるんだ。小さくなったってことは歩幅も変わってるからね。歩くの大変そう。こうやって見ると変わんないな。コロボックルの森。でも食料とかはさ、もうちょっとでいいよね。リンゴ1個あればさ、何人食えるのっていう。お前、見かけないやつだな。おお、今度この村に越してきたんだ。よろしくな。偉そうに。何か人間の匂いがするぞ。おお、人間のバカにくっついてきたからな。匂いが移っちまったんだろう。そうか、人間のバカにか。そいつは傑作だ。ああ。ところでお前、賢者ドンペリ様はどこにいるか知ってるか。さあね、自分で探してみ。こうなったら村中の人にドンペリのことを聞いて回ろう。ドンペリを探そう。本当は人間だって気づかれないよ。慎重にね。まあ、アイテムとかさすがに売ってないよね。サイズが違うから。ドンペリ様ここにはいない。多分みんなそんなこと言うんだろうな。これさっきの人か。人っていうかコロボックル。上行けないんだけど、ちょっとカメラアングルが悪い。さっき外で歩いてのを見かけた。これでも人間サイズからすればなんかどのくらいの大きさなんだろうか。アイテムっぽいのがあるんだけど、まんまるドロップとかめちゃでかいだろう。
またどこかで悪さしてんじゃないかな。いたずら？キノコ、でかい。で、あとはここだけかな。ドンペリ様を探して外で散歩してるんじゃないかな。ドンペリを探そう。シャルロット全部でかい。うお、また切りかかるとこだった。ドンペリ様なんてどこにもいないぞ。なんだって？あ、丸押しちゃった。どこにいるか聞いても教えてくれなかったってのによ。あの時わしは歩き回っとったからな。中にいるかはその瞬間瞬間で違うから答えられんよ。くぅ、なんて偏屈なジジイだ。さすがはドンペリー様、奥が深い。どうした？声が震えておるぞ。ところでドンペリ様、噂じゃローラントのコロボックル村でネズミが大発生して、ネズミたちにコロボックル村が占領されてしまったらしいよ。同じコロボックルとして放っておけないと思うんだけど、村を取り戻してあげるいい知恵はないかしら。ほうほう、それはお困りじゃろう。ローラント、ローラント。おお、ひらめいたぞよ。まず、風の精霊、ジンを見つけなされ。おいおい、ジンに会いたくたって、風神像が邪魔してるって噂だぜ。果たして、本当にそうじゃろうか。風の流れは常に変わるものじゃ。マナの力が枯渇しておる今、ジンの力を悪用せんとする輩がおらぬとも限らぬまい。風が乱れだした。風神像に何かあったのかもしれんが、まあまずはわしの話を聞け。ローラントの山の中腹から枝分かれした道の先は風の回廊と呼ばれる難所じゃ。風神像の向きを変えれば風向きが変わって道が開けるはず。あとはお主たちで考え。通路の奥に風のマナストーンがある。風の回廊のどこかに陣はおるじゃろう。あとは眠りの花畑で陣の力を使えば、眠り花粉をローラント城に送り込み、寝込んだナバール兵を一網打尽じゃよ。なんだよ、俺たちが人間だって気がついてたのか。当たり前じゃ。世界中でコロボックルが住んでいるのはもはやこの森だけだから、よそ者など存在せんのじゃよ。それにほれ、お主フェアリンに取り憑かれとるじゃろ。わしらコロボックルにはフェアリーが宿主に選んだ人間は一目でわかるからな。人間は嫌いじゃが、フェアリーが出てきた以上は世界の危機。わしらも安全では済まぬからな。からかって悪かったが、こればっかりはやめられん。ああ、いや、すまんすまん。幸運を祈るよ。よし、じゃあ帰りますか。ここは特になんか何もなさそうだよね。結構広いけどね、地形的には。とりあえずドンペリさんのおかげで
パロマではサクッと帰るか。ナバール兵を眠らせるってのはちょっと卑怯な気もするが、今ローラントを取り戻すことが最優先だ。風の回廊に向かおう。これさ、別のとこにもあったよね。でもこの像というわけでパロに戻ってきました。じゃあ、このまままずは天かける道かに行って天の回廊、あ、風の回廊に行きましょう。では天かける道、ここの敵は変わってないかな。そうか、アイテム20円、女神像の先あたりでなんか分かれそうだよね。ダイヤミサイルが強い。そろそろレベルも上がりそうだしね。そうすればまた魔法が連発できる。厄介なことには変わりない。こいつら、この風が強いんだよね。ニードルバーとかめっちゃダイヤミサイル使ってるし、さらに強い相手と戦える。よし、17レベル。次でアンジュラが上がる。こいつマジで厄介だからな。いって強攻撃連発でいこう。今ならどんな敵にも勝てる気がするわ。で、シャルロットも上がるね。で、マジックパワー壺はちょっと。みんな、行くよ。横もなんかいけんじゃん。肩をつける。そして回復。こいつらも撃ったぞ。強攻撃やっぱやった方がいいかな。叩き落としたの。で、落ちたら攻撃。上になんかあったな。風の回廊へ急ぎましょう。どっから行くの。する魔物は全部ぶっ飛ばす。ヒットポイントが結構きついことになってる。アギズルドレイン、やばい、ちょっとなんかやばい、これ扇風拳、ちょっと待って、扇風拳ってさ、誰かのジョブであったよね、必殺技。ちょっとヒールライト、回復量が少しなんか落ちてる気がするな。落ちてるっていうかもう間に合わない。回復が100くらいじゃ、200くらい回復してほしい。風の回廊の前になんかちょっとセーブポイントが欲しい。ほら、消えろ。宝箱、パックンチョコ。ん？こっちはなんだ。あ、多分宝箱に通じてんな。行こう、せっかくだから。天使の聖杯、なんかこういうところの天使の聖杯が多い気がする。登っていこう、山道を。あ、ここであれか。まずはもうアーマーで逃げろ。こいつの扇風機何なんだ。よし、出てきた。ちょ、まあ、逃げろ、危険だ。勝てない、やっぱりアーマーないと。てか、ひるまない。これ、さらに上いけるけど、どうなの。行ってもね、どうせ、こっちには用がないとか言ってきそうだし。ハーピーが飛んでいる。風の回廊。あれ、このデビルマンってさ、敵でいたっけ。
え、なんかいる。なんだ、え、なんだこいつら。超罠なんだけど。貴様ら許さん。全員滅却する。報いを受けろ。こいつらには意志はないと思う。騙すとかいう。まん丸ドロップ収穫は、あ、サボテンくんがいる。最後の宝箱なんだろうね。気にはなるけど。これサボテンくんとかなんか2周目引き継いだりできんのかな。ん、なんだこれ。まあさすがにいけないよね。な、風神像が。ドンペリ様の言う通り、誰かがチンさんを狙っているのかもしれない。急ぎましょう。あ、完全に壊されたんだ。あ、風。これ向き変えられる。何この洞窟、そこら中から強風が出てるんだけど。え、両方強行突破はできなそうだ。まあいいや。面倒くせえが、謎を解くしかなさそうだな。というわけで、じゃあ今回はここまでにして、次回は風の回廊をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。